おせち料理は神が宿るごちそうとして古くは弥生時代から作られていました。自然の恵みや収穫に感謝して神様に備えたお供え物、それを豊作や大漁を祈願し料理した節句料理がその起源。ちなみにおせちでよく見るちょっと気になるこの赤い食べ物、中島健人さん、なんていう名前か知っていますか？え？なんだろう。赤グマ。わかんないわかんない。正解はチョロンギ。漢字で長老の木とも書く縁起物なのです。シソ科の植物の根っこ付近にできる茎の塊で、元は白く、おせち料理に入っているのは梅酢で色付けされたもの。